それだけ俺の話を見ていい？志田さんのディープはまさかのここにいる横田会長ですじゃあ、はい、太ったね。やばいっす、やばいっす。でもこれは別に奥さんとか見ないでしょ？いや、見てないと思うんですけど。見てないと思うんですけど、うん、体重はマジやばいっす。え、マジ、うん、いやいや、だって喋る内容がさ、また奥さんが聞くと聞かないと内容変わるだろ、実際には。それはもうそうですけど。なあ、実際、そうね。それくらいこれ見ちゃったら怒るじゃないですか。ダメです。見ないよ。見ないよ。一番俺が怖いんですから、やめてください。うん、でも最初にスタートは、ハロハロってやった方がいいんじゃない？お前の後輩じゃないか。仲良くしようと思わないです。ああいうことは。多分みんなね、そこが知りたいなと思うんですね。まあ、俺は仲良くしようと思わないです。でもさ、もう前から言ってけど、似てるじゃん。俺一番お前に合うと思うよ。もともとは可愛かったですからね。もともとはずっと一緒にいて、俺の話してる。ピーク出る時とかも、うん、ずっと一緒にいたわけじゃないですか。取り入れる時とかもそうですよ、うんうん。まあちょっとでもね、不義理もあるけど、それ以前もちょっと、まあ、ね、今でもピカ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 言うね、何があっても。でもお前のネタをそんだけ出すってことはさ、あいつはだってお前と仲良くしたいんだよ。いや、俺はいいです。なあ、俺はなんか、まあ逆にお前とあいつが仲良くしたいとかも困るけどさ、実際いろんな意味で多分俺収拾つかないと思うんですよ。わかるでしょ。実際俺、お前と俺が仲良くなったらずっと上のいいような気がするし、絶対にいいことはないと思うんだけど、まあ根本的にはお前ら同じチームメイトだしな、実際には。もともとはそうですからね。なあ、で別に、なんだろう、まあ今の距離感でいいんじゃないですか。まあ俺のこと好きに叩いてくれよと思いますけど。だからいいじゃん、お前有名だし、よくね、ブレイキングダウンでお前との試合が見たいとかなめっちゃありますもん、本当にね、え、はい、それはそうです。どうなんだ、ブレイキングダウンでもう出ないの？出るつもりはないですよ、もう。ただ、ね、めっちゃ俺のこと忘れてるよ。ね、お達しがあれば。で、なんなんこれ、なんでこんなことになってんの。でも、儲かったでしょ。知らんかった。先生言いたいやって、いいじゃんね。先生思いな。不義理なんかしてないんやけど、俺。でも、ピカも仲直りしてほし、従ってる感じで見えたけど、今一瞬。ピカの奥さんも俺の YouTube 見てるらしいけど、仲直り、俺はもう、ね、したい気持ちもありますけど、確かにきっかけがあれば強くしそうな。ピカも今大変っぽいからね、マーシーに騙されたらしくて、マッシーのこと恨んでるっぽいよ。一緒に YouTube やってた。